皆さんこんにちは。レ歴戦任講師横溝です。ただ今からですね、2024年度本試験向け、まあ合格のための三つの戦略、そういうようなタイトルでお話をさせていただきます。まあだいたい三十分ぐらい。 のお話になるかと思いますまあ、行政書士試験合格するためにどういうような戦略を組んで勉強していけばいいのかということをですねお話しするそんな時間にしたいということですねどうぞ最後まで、えー、しっかり聞いていただければなと思っておりますよろしくお願いしますさてまあ、この動画をご覧の方はねまあ、2024年度の行政書士試験ですね 受験してみようかなそこで合格を決めたいなと思っているかもしくは受けようかなどうしようかななんて感じで迷ってるって方もいらっしゃるかもしれないということではあるんですけれども、まあ、行政書士試験ってそもそもどんな試験なのかその辺りですねどんな科目が出てきてそして 合格するためにはどのくらい正解すればいいんだろうか何か条件みたいなものがいろいろと設定されているのか、はい、そのあたりをまず簡単に戦略の前にねお話をしておこうかなと思います。ということではいこちらです、えー、っと今、前の方にはですね行政書士試験案内というような、まあ、そんなね あのこれパンフレットの一部になりますかね、まあ、もしお手元にこういうパンフレットがあれば、2024年の行政書士というグリーンの、今年はグリーンなんですね、えー、グリーンのパンフレットがあれば、そちらをぜひ見ていただければということなんですが、まあ、なければないで、画面見といてもらえれば、それで構いません。あのまそ、あ、そもそもおー カレンダー上でどういうようなタイミングでというような話になるのかまずですね大体、その試験の公示といって、まあ、その年何月何日に試験があって発表がいつで試験会場どこでとかさ出願期間はいつからいつまででとかそのあたりを発表するのが7月の上旬です。 ちなみに2023年度試験向けだと7月3日の月曜日に発表しています。だいたいそのぐらいです。で、出願が7月の終わりから8月の下旬というのが一般的かなということなんですね。まあ願書配布するその願書配布場所などももちろん紙ベースの場合ですね、願書配布場所などもその 7月上旬の試験の公示で発表されるということではあるんですが最近はインターネット出願が多いかなだから行政書士試験研究センターというのが実施団体になるんですけれどここのホームページからもう出願が手続き取れるということになっているので、まあ、そちらでやっちゃう方が多いかなと思いますもちろん郵送でというのでも構いません。 受験手数料とかはだいたいご覧の通りということになりますね。そして試験実施日が11月の第2日曜日ここはもうずっとこんな感じです。2006年以降かな11月の第2日曜日になっていますその前はね10月の第4日曜日だったりもしたんですが宅見の次の週とかねそういう感じで行われていたんですけれども現状は11月の第2日曜日になっております。 まあ受験資格は全くないんですよただ、あの試験そのものはもちろん日本語のみで行いますので、まあ、日本語の読み書きができるということは条件にはなりますけれども年齢関係ありません15歳ぐらいとか16歳ぐらいで受かっている人もいらっしゃいます学歴も関係ありません、まあ、国籍なども関係ありませんからうんレックの合格講座などを見ていてもですねいろんな国籍の方いらっしゃいます。まあ あの大半はアジア系の方が多いですけどね台湾韓国中国あたりの方が圧倒的に多いということにはなりますがまあかつてイギリスの方とかアメリカからいらっしゃってた方であの受験されていた方もまあいらっしゃいましたうーん中国から来たばかりっていう来日して半年ぐらいって方がまだ日常会話の日本語はやや うん、心もとないんですけれど読み書きはできたみたいでそれで非常にいい点数を取って合格されていったというようなケースもあります。ですからいろんな国の方が受けているということではあるんでしょうね。そして出願から今度は本試験ということになりますが、まあ、本試験は先ほど言ったように11月の上旬ということになりますか。 まあ試験科目等は後でまたお話をしましょう合格発表は1月下旬ですこのあたりも7月の上旬の試験の講じの時にですね合格発表日なども一緒に発表されます2023年度の試験ですね皆さんが目指す年の1年前の試験で見てみると本試験日が2023年の11月12日で 発表は2024年の1月31月日でしただからだいたいそのぐらいで間が23ヶ月空くっていうのがそれが行政処置試験の1つのつ特色ですまあ,あのこれ理由はっていうとですねどうも12月上旬ぐらいまでにマークシートのところの採点が終わり各都道府県のが出揃うみたいなんですが、まあ、そこの平均点などを踏まえてですね最終的な記述の その添削の方針などが決まりそこから記述の添削が始まって結局その結果発表が遅れるっていうそういうようなあ話を聞いたことはありますので、まあ、多分それがあ、ね、正解なんでしょうね。ですから 1>, 1月下旬までずるずる引っ張るのはやはり記述式のところの採点というものに時間かかっているというそれがあるんだろうということですね、まあ、合格率うんんというのもそこに挙げておきましたが、まあ、このあとお話ししますけれどもこの合格率は要は受けた人の中でその合格基準をクリアできた人の割合みたいなものですからうーんまあこの辺はね、あのー 実施する側で大体このぐらいのパーセンテージに揃えたいと思って、えー、それでうまいことをいろいろと調整しているというのが事実のところだったりはしますまあ、あんまり1桁台の合格率にしたくないというのが実施団体のほうの、まあね、どうやら思惑ということになるんでしょうね。 ですから記述の添削のところのやり方などをうまく調整しつつなるべく10%以上にはなるようにというような。 修正をいいいろろと加えてるまあそうは言っても2022年度の試験まで今合格発表終わっております2023年度の試験の合格発表前にこのガイダンスは取っておりますので2022年の合格発表までですがあそこまでで合格率が12%ぐらいというような感じですのでまあここのところずっと安定していると言ってもいいかもしれません。 はい、そしてこの行政書士試験なんですが、まあ、科目でいうと大きく2つに分かれます大きく2つに分かれます、まあ、それが何かと言いますとここに、まあ、これが見やすいかなと思うんですけれども、はい、こちらねあの試験科目としては1つが行政書士の業務に関して必要な法令など、まあ、法令科目と言われるものです。 もう一つが行政書士の業務に関連する一般知識など、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが2024年度のです、ね、試験から、まあ、こういうような呼び名に変わりますで実際上その行政書士試験の試行に関する定めというのがこういった出題内容などを具体的に定めているというもので、まあ、総務省の前身のね自治省時代の 自治大臣からの告示っていうような形で発表されているものが手直しされてずっと使われているんですけれどその試験科目の中ですね一般知識などというので政治経済社会って文言は消えてはいるんですねただあの出なくなるわけではないということみたいです、まあ、情報通信個人情報保護文章理解はもちろん出されますし、まあ、この政治経済社会のところが うん、全く今まで通りですり、ね、政治経済社会の内容から、まあ、ニュースで見たような話などを中心に試験を出すというわけではなくここに行政書士の業務に関連するものというので、まあ、代表例が行政書士法と戸籍法と住民基本台帳法はあそれぞれ1問は最低出すことになるだろうみたいな話が出ているんですね。で行政書士法 住民基本台帳法、戸籍法と言われるようなもの、確かに行政書士の業務のところにまあ関連することは関連するんでしょうけれども、実は2005年まで、2000年の試験から2005年の試験までの5年間の間は出てたんですよ、もともと法令科目の方で出てましたまあ行政書士法はは番番多い時は4台一番少ない時でも2台ですね出題されてました。し さらに当時の記述式といって穴埋めみたいなことをさせる問題が5台ぐらい出てたんですがそのうちの1問は行政書士法から出てました戸籍法と住民基本台帳もそれぞれ1問は絶対出るっていうそういう振り分けで、まあ、2000年から2005年までねずっと出されていましたので、まあ、それ考えるとその頃出てたものがまた復活するのかなっていうそういう感じです。 うんまあ、あの一般知識はもともと勉強の範囲がはっきりしなくてなかなか大変でっていう、ね、そんな印象を持っている受験生が多かったんですがうち一部がこうやって行政書士法戸籍法住民基本台帳法というのではっきりしましたのでむしろ勉強はしやすいこうはっきりしているところをちゃんと勉強してそれでしっかり合格を勝ち取っていけばよいというそういうお話になるんだと思います。もちろんそそののレックの講座自体はそういった 試験制度の改正に対応した形で講義をしていきますのでその講義の中でお話しすることをしっかり学んでもらえればなということなんですね。まあ割とこういうね改正の話が出るとうーんなんかねそこに書いてあることの内容をちょっと正しく理解しないまんまあなんかこれがなくなるらしいとかこれが出るらしいとかって言ってあの、ね、ネット上ではわわわわわ騒ぎが起きたりはするんですけれども。 ちょっとそこは一定の距離をとってあの冷静に見た方がいいのかなそんなものすごい大きく変わるとかそういうような話を今回持ち出しているわけではないしむしろ勉強しやすくなるっていうメリットがあるんじゃないかなっていうそんな印象すら持っていると思ってください。さて、えー、まあまあこんな感じでね大きく2つのジャンルに分かれるんだよということでしたが、はい、出題のされ方形式を見るとですね まあ、行政書士の業務に関し必要な法令などの方法令科目の方はご覧の通り、えー、五種択一式といって、まあ、マークシート式の試験ですね、えー、5個から1個正しいものを選ぶというタイプのものそれから多種選択式これはあ文章が与えられてその空欄補充です1問につき4箇所空欄を埋めましょうで1箇所埋まったら2点あげるよみたいな問題なんですね記述式は自分で文章を書く 自分で文章を書く。ただ四十五字以内で書くっていうのが三台出るっていうことになってるんですが、まあそのあたりがこの法令科目です。まあいろんなものがバリエーションでとんで出されています。え一般知識はもう五試択一のみということになりますね。さて出題数などはこちら見ていただくと良いです。はいまずまあ全部は映らないから法令科目だけ見ていただくといいですが、五試択一式が まあこれ全部足すと40問ありま,す40問ありますで中で一番出てるのはどれですかと言われたらもちろん行政法ですね19代出てますから次は民法の9問でしょうね。なのでやはりこれ行政法の19問民法の9問というのは非常に幅利かせているそういう科目ということになりますか その次あたりが憲法の5題ですかね。商、まあ、法、会社法も合わせれば5問ありますが、憲法は実は多種選択式でも出てきています。ですから、1個の空欄2点で4つ空欄が1問につき開けられるので8点分。で、五支択一式は1問4点なんですね。ですので、まあ、憲法だと5題あって20点、多種選択の8点と合わせて28点分あります。まあ、行政法があ 択一が76点分多子選択は2問出ますので16点及び記述式これは1問20点なんですよ。で部分点がもちろんつきますので、まあ、部分点狙いで勉強するってことになるんでしょうけれどこの行政法は20点ですねだから行政法のこれは出題されている点数全部足すと まあ、百十二点分あるってことになりますので、まあ、一番。やはり配点のでかい科目であることは、まあ、間違いない、ということなんでしょう。うん、合わせて、民法はというと、まあ、三十六点分と、それから記述で四十点分ありますので、七十六点と。これまた配点がでかいです。だから、メイン科目というのは、やはり憲法、行政法、民法という。この三つの科目がメインになってくる。これが法令科目だと思ってください。 まあその他に基礎法学というようなまあものと、それから商法会社法が卓一の方ではご覧の通り出てきております。一般知識うん、まだこれね。2024年の試験で行政書士法などがどのくらい出てくるのか？っていうのは情報がないといえばないんですけれども。まあ。 あの従来、文章理解という国語の問題、これが3台、それから個人情報保護法や情報通信用語などを聞いてくる問題が合計3台、出るのが最近のパターンです。ここは4問のこともありますので、情報通信、個人情報保護は3問から4問ですね。ここが4問だったら上が7問、ここ3問だったら上8問、合計14問です。 でですのでこの8本の中におそらく行政処置法や戸籍法住民基本台帳法なんかが含まれてくるということになるんでしょう。まあ、合計して56点分あるということにはなっているんですけれども実はこれ合格するための必要な条件というのが下に円グラフで3つ上がっているんですがまず一番最後ね結論のところだけれど。まあ 全部の問題の得点達成300点満点の試験なんですねで60%以上取れっていうのがまず合格ラインになりますですのであの絶対評価の試験です相対評価ではないその年の受験生の敵不敵で上から何パーって切るわけではなく最初から180点以上取ってる人は全員合格だよっていうそんな仕組みになってます。 2014年だけ166点以上で合格っていうような補正的措置というのが取られたと書かれていますがこれ極端に出来が悪かったからですねまあもっと言えば極端に難しすぎて極端に出来が悪くなってしまい結果的にそうせざるを得なかったとっいうだけですだからもう本当に極めて例外的なもので二度とないと思った方がいいというそういうような救済措置だったと思ってください。それから ただ180点以上を取ればいいっていうことであれば、まあ、法令科目は全部で240点分あるんですよだからその244点分あるんですよ244点分ある法令科目で180点以上を取るっていうのは、まあ、できない相談ではなかったりはするんですできない相談ではなかったりはするんだけど実はそれだけでは合格できなくて要件の2。 この一般知識等科目というところで、まあ、六問以上正解しないと二十四点以上ということは、十四問中の六問以上正解してないと。その段階で不合格という扱いになります。まあ、これが、いわゆる基準点制度と言われるものなんですね。基準点制度と言われるものだと思ってください。基準点制度があるので、六問以上正解しないと。その瞬間に不合格という扱いにされてしまう、というのが要件の二です。 要件3と要件2をまず意識しといていただくといい要件1はまあまあ普通両方クリアできていれば普通はクリアできると思うので要件2と要件3のところをしっかり見ておいてくださいそしてまあこのような試験なんだよっていう話なんですがやはりねあのその試験を効率よく突破するためには あの横に書いてあるこれが3つのポイントというのが3つの戦略ということになるんでしょうけれど一つ目としてはやはり民法と行政法の攻略ですねでこれ民法行政法の攻略って言ってるんだけど実はここに憲法も足しといてっていうここに憲法も足しといてだから民法と行政法と憲法ですね この3つの攻略が非常に重要だという意識は持っててください。というのも憲法法は行政法の土台になりますだから行政法を理解するためには憲法を理解できてないとなかなか厳しいというのがあるので、まあ、そういう意味でも憲法は28点分しかないけれどもこれも裏のメイン科目です。 メイン科目っていうとどうしても民法と行政法がツートップで出てきちゃうんだけど実は裏のメイン科目に憲法がいるだから裏と表でこの3つの科目を攻略しておかないと合格ができないぞ、ね、ですので学習は2点集中って言ってますがいや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 プラス13点集中です。 3点集中で言ってくれっていうそういうよういいよなな話になっっててると思ってください、まあ、それぞれですねこの科目の中で勉強するやり方みたいなものはちょっと科目によってまた変えていかなければいけないところもあったりはするんですけれどもまあ行政法と民法だとやっぱり行政法はね出題数が多い分繰り返し同じようなものが問われるという傾向は強いです。 ですからこの行政法に関しては特に過去に出た問題というものは非常に重要です。過去にに出た問題は非常に重要ちょっと戦略の3番目というような感じになりますけれど、まあ、アウトプットでは過去も徹底利用活用と言ってますがやはりこれアウトプットだけじゃないインプットもね インププッットトトとアウトプットで過去問は使ってほしいでやはり行政法の過去問などは過去何が出たかってところを徹底的に見ていくでそれによって実際にどこをちゃんと押さえておかなければいけないのかその試験の勘どころがわかるっていう意味では その過去問自体はですね、えー、10回20回30回とかねあのただ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 繰り返すだけで、うん、なんかウルトラマラソンみたいなことをやっているというような話ではだめでやはり目的を持って3回やれば十分なのよそんなあの20回も30回も40回もぐる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 回る意味はないです、まあ、回りたければ回っててもいいのかもしれないけれどでもやはり受験生の方社会人の方多い時間もない中で 勉強しななきゃいけないけ、ね、社会人の方以外にも小さなお子さんがいらっしゃるようなお母さんだったりとかもしくはご高齢の方方方介護されていいいるようななとかいろんな方がいらっしゃいますそれぞれ一日丸々全部の時間使えますって人はごくわずかでほとんどの人が他に何かやってて残った時間で何とか勉強しようとしているだから残った時間で何とか勉強するってところに一番フィットするやり方でやらなければいけないっていうのは あるんです、ね、そこは何だろうな時間をお金で買うっていう感覚というような言い方をしたらいいのかもしれませんけれどやはりそのレックの 過去です、ね、20年30年っていうような過去問題などをベースにした非常に効率よく学習できるカリキュラムでしっかり勉強していただくということもやはりある意味時間をですね非常に効率的に効果的に使うことができるそういった一つの手法になると思っていただくといいのかなと思います。 まあ過去問自体はとにかく先ほどから言っているようにただ解くだけではない過去問は読み物です過去問は読み物です解くものじゃない解いちゃだめとは言わないけれど読むのがメインです読んで何が出ているかを感じなさいそこがメインだと思ってください、ね、まあ民法になると出題数が9台と少なかったりはするので まあね、その何が出てるか感じなさいって言える分野が限定されちゃってますからそれ以外のところはやはりその予備校レックで提供するようなオリジナルの問題なども使って穴は埋めていかなければうんいけないんですよ。というのも民法というのは過去に出たところから出てくるだけじゃないの出たことないところもからも出してくるのまだ出たことないところの方が出たことあるところよりも広いんですよだからあのいくらでも出たことないところから出すってことができるんです。 それだけに民法全体のインプットをきちんとやりその中での重要論点過去出てる出てないにかかわらず重要論点をしっかり把握していくというのはととてても重要ってことになってきます、まあ、あの出てるところについては行政法と一緒でね過去問で何が問われているのかどう問われているのかそこからどういうことが分かるのが合格レベルといえるのかそれを感じ,て感じ取ってほしい。 そういうお話になります。まあ憲法も一緒ということですね。それから間飛んじゃったけど戦略の二番目ってやっぱり一般知識なんですね。で一般知識に関してはやはりあの情報通信個人情報保護や文章理解というのは対策が取りやすいです。対策取りやすいところをまずしっかり取る。それから政治経済社会は まあ、今年からさっきも言いましたように行政処置法や戸籍法住民基本台帳法などが出されるということになっています。であるならばそこもやはり対策は取りやすいですね。ですのでそういう対策の取りやすいところをしっかり勉強する残りの政治経済社会分野などはやはり品質事項とそれから直前の山当て的なもの、まあ、レックでも 直前の山手的なものは一般知識発展アップ道場というものでやってますので、まあ、そちらを受けていただくと今年はこれが出るっていうのが、まあ、毎年ね あの非常に的中率の高い講座だったりもしますから、まあ、それをうまく利用していただいてもいいただ従来よりもそこの思っている意味合いがやや変わってですねやはり確実に出るところをしっかり勉強していくっていうことが必要になるかなそうすれば14問中の6問以上の正解というのは、まあ、想像しているよりも楽なのではないかなと思いますね。 まあ文章理解というのは国語の問題だけれどもここももう本当テクニックなんですよだからあの日本語が母国語でない人でも簡単に問題を解けます国語苦手なんだよねっていう人ね全然気にしなくていいです国語の問題じゃないからだから別に 学生時代国語が苦手で現代文とかねもう見るだけではっきするみたいな人がいたとしても全く気にする必要ないです。ちょっと性格が違うものなのでテククニックさえ学べば短い時間で確実に正解取れますそういう意味では非常においしい分野です。だからしっかり点取れるようにね、まあ、その辺りは例えばレックのパーフェクトコースといわれるようなまあ初めて勉強する方などね今 この動画をご覧の方が対象になりそうなコースというとこのパーフェクトコースと言われるものが一番なのかなとは思っているんですが、まあ、その中、まあ、メインはもちろん、ね、合格講座と言われる大事な講座これがメインだったりもするんですけれどもただあのオプション講座の中には文章理解特訓講座というのがありますですからここで、えー、実はですね解き方を学びます。テククニックを 教えますそのテクニックさえ身につければもう3問全部正解することは全く不可能ではないというかむしろ3問正解できるよというそういうような話になるんだと思っててください。まああのパーフェクトコースの中にはその他オプション講座としては記述のですね対策の基礎を学ぶ記述基礎録要請講座というものも入っておりますし それから合格講座というこれがメインのインプット講座でやはり大事な科目にね重点を置いて回数も多く置いているということにはなっているんですけれどもこの合格講座と言われるようなものですね。全国のの例えば通信クラスの方でも 日曜日なんですが私の渋谷駅前本校での授業なんですけどねズーム中継がありますですから普通にご自宅でズーム中継でこれは通信通学どちらで申し込んでいる方も皆さんご覧になれますのでまあズームを見ることができればズーム中継でこのような講座受けられます。そうすると 北海道に住んでてもね渋谷の生講義に参加してるみたいな気分で受講ができるということにもなるっていう今はとてもいい時代だねということになるんでしょうまあ、この合格講座でとにかく試験に必要な情報を入れていきます合わせてここでは復習ドリルというものがありますのでその復習ドリルによってですね受けたら即のアウトプットができますそしてこの復習ドリルなんですけれどもあの 例年ね復習ドリルはまあやっといてって渡して渡しっぱなしだったんですよ。とやっぱりちゃんとやる人と全然やんない人と出てくるのね <laughs> だから今年からまあちょっとこれ別申し込みって形にはなるんですけれどその高い値段ではないと思うからぜひ検討していただくといいですがこの復習ドリルの中でも特にここは重要っていう問題をピックアップして15分で前回の復習をするっていう講座ができてます。 ね、なのでその合格講座を受けたら復習用の講義を受けるということをやっていただくと自然と講義の復習ができるああちょっと授業の復習しないまま次の回の授業来ちゃったなと思ってもその時に15分だけその動画を見ておけばあ前回のポイントはこんなだったんだなっていうのが分かるからそれによってスムーズにその次の回の授業に入れる。 そんな講座も合わせて販売ぜひこの辺りはお申し込みの際に、ねえー、詳しく聞いてもらえればなとは思いますけれども今年から新しくそんな試みも誕生している毎年どんどん進歩しているこれがレックのパーフェクトコースと言われるものなんですね。 はい、まああのこのような講座、もちろん公開模試も入っております。公開模試はやはりおそらくですね。公開模試というものを会場で実施している団体の中では、最も受験人数が多いそういう模試試験になってます。まあ、業界最多の模擬試験ということになるんでしょうね。まあ、人数が多ければ多いほど。客観的に。 自分の立ち位置というのが分かるということにもなりますのでやはり人数の多い模擬試験を受けて自分の実力を客観的に把握するこれは試験直前期にはとても重要だということになります。まあ、以上お話はしてきました、まあ、3つの戦略というようなものも含めてです、ね、この行政書士合格講座試験内容はやや変革期を迎えているのかもしれません。ただ 当たり前のことを当たり前に徹底するということがしっかりできる人であればこれはどういう今までのですね人生を歩んできたかとかそういうことに関わりなく合格はできますだから合格するんだぞっていう強い決意だけを持って是非この REC の合格講座を含んだパーフェクトコースに参加してもらえたらなと。 いうことなんですね、まあ、私も合格講座の講義全科目収録を担当しておりますですから通信のクラスの方でも画面越しでよくお会いすることがあるんじゃないのかな通学は渋谷駅前本校ですので、まあ、そちら平日クラス、うん、休日日曜日クラスとありますけれども、まあ、そういったところ全科目私が担当していますですので渋谷で受ける方はもう嫌やおなしに私と会うということにはなるのかもしれません、まあ、実はそれ以外にも 別の先生方レックには素晴らしいいろんな先生がいらっしゃいますから他の先生方が収録したバージョンもありますですので通信で申し込んでいる場合は私だけのバージョンとそれから他の先生方が収録されたバージョンと両方見ることができたりもします相性をねその中で改めて確認してあこの先生がいいっていうのを見つけてもらう推しを見つけるっていうのはすごく大事と いうことにはなるんだろうな、という話なんですね。はい、まあまあ、そんなあプチ情報もちょっと入れておきました。まあ、ぜひ。詳しくは、お申し込みになる際にですね。レックの方に、問い合わせていただいたりとか。レック渋谷駅前本校までね、お問い合わせいただいてもよろしいかとは思いますけれども。お、二千二十四年の行政書士試験。に向けて、なるべく早い時期にスタートを切る。 その時に一緒に私とゴールを目指して頑張っていけるということになるような人がこの動画をですね、ご覧になった方の中で1人でも誕生してくれたら嬉しいなとそんなふうに思っております。ははい、といととうことでで、えー、本日はですね 行政書士試験合格のための3つの戦略というようなものそんなお話をしながら行政書士試験全体どうやって学習をしていくのかということの大まかなお話を、ね、させていただきました。はい、最後ままままででごご覧いいいたただきししししてありがとううざいました次は教室でお会いしましょう